堀内恵三、堀内恵三、堀内千八1897年、明治30年12月6日から1983年、昭和58年10月12日は、日本の作曲家、作詞家、訳詞家、音楽評論家、怪しい像をもじった、安谷静夫という筆名もある。浅田アオーナーの堀内伊太郎の三男として、 東京市甘楽家事町七番地で生まれる、ただし浅田ア本舗の相続権は34歳、日本大学芸術学部講師になった年に放棄。東京高等師範学校付属小学校、現、筑波大学付属小学校を経て、1915年、大正4年、東京高等師範学校付属中学校、現、筑波大学付属中学校、高等学校を卒業。 小学校と中学校を通じて、原文一致消化の提唱者、田村虎蔵に音楽を習う。同校在学中、1912年、明治45、大正元年頃から、親類の東京帝大生、二見公平の音楽的影響を受け、大沼明に、ピアノや、家政学を学ぶ。第二高等学校、現、東北大学の受験に失敗して、浪人生活を送っていたとき、 1916年、大正5年、小林義夫、大田黒元夫、野村孝一、菅原メルたちと共に、岩波書店から日本最初の音楽表紙、音楽と文学を創刊。当時から音楽の道に進むことを志望していたが、音楽を学ぶことにつき成果の賛同が得られず、1917年、大正6年に渡米し、ミシガン大学にて大好きな蒸気機関車に、 縁のある自動車工学を学ぶため機械工学を専攻。合わせて、同校音楽学部専科に学び、合唱団に参加。1918年、大正7年冬には、ニューヨークで、山田工作に面会。1921年、大正10年、マサチューセッツ工科大学大学院修士課程に入学し、応用力学を専攻。1922年、 大正11年には6月から9月にかけてヨーロッパを旅し、ロンドン、ベルリン、パリ、ベルギー、オランダ、ドイツ、イタリアをめぐる。留学中は、巡査の月給が70ドルの時代に、月額200ドルの仕送りを受け、週末になると居住地のボストンからニューヨークまで、寝台車で通い、演奏会や芝居を楽しんだ。1923年、大正12年、 マサチューセッツ工科大学修士課程を修了し、機械工学の修士号を取得し、神戸に寄港。帰国後は、関東大震災の被害により横浜の倉庫で荷物が消失し、多くの実験データを失う。このことが研究の対象を、工学から音楽に変える契機になったとの説もある。父親が合弁会社として設立した自動車修理工場の 代表社員ともなったが、音楽に熱中し、翻訳、作曲、作詞、放送、音楽教育関係の仕事を行う。1926年、大正15年、野村光一の依頼で、作詞作曲した、若吉、慶應義塾大学応援歌のヒットにより、音楽堂に進むことを父に許され、同年から NHK 洋楽主任となる。1935年、 昭和10年から松竹鎌田撮影所音楽部長、並びに日本大学教授を兼任。1936年、昭和11年、月刊学府の発行名義人となる。1938年、昭和13年2月、音楽世界主管。同年9月28日、日大教授辞任。同年10月31日、松竹大船撮影所音楽部長辞任。 1941年、昭和16年11月、月刊楽府、音楽世界、音楽クラブを合併して、音楽の友を創刊、日本音楽雑誌株式会社、音楽の友社の前身を、設立、取締役社長に就任。戦時中は、軍国主義的な風潮に迎合し、と発言したこともある。太平洋戦争中に空襲で消失した、浅田雨本舗。 神田駅前の敷地内にバラックを建て、音楽の友者を存続させた。ただし、戦後間もなく、編集者としては引退し、1946年、昭和21年には、取締役社長も目黒三作に引き継ぎ、自らは会長職となった。1947年、昭和22年、日本音楽調査区組合、現、 全日本音楽著作家協会の初代会長に着いた。1949年、昭和24年放送開始の NHK ラジオ、音楽の泉の司会進行役、解説者、同番組では、アナウンサーが、お話は、堀内慶三さんです、でした。と紹介するを1959年、昭和34年まで務め、広く親しまれる。自他共に認める鉄道ファンでもあり、 話の泉での共演者の徳川無生からは、彼、堀内の物知りは非常に本格的のであると評され、音楽、鉄道、電気、科学、歴史、地理、国文学、和歌俳会、歌舞伎、落語などにわたる博識ぶりを称えられた。また、外国で入手した楽譜と語学力等を生かして優れた訳詞を行い、日本の翻訳歌曲を芸術の域に高めた。 これらの役史は、長井育子の日本語による、読書会。初回は1925年、大正15年1月1日、帝国ホテル演芸場。同様の会が3年にわたって開かれた向けに短期に、集中して行われたと思われる。1958年、昭和33年10月から、翌年の7月までの、約9ヶ月間、東洋音楽短期大学。 現在の東京音楽大学の第二大学長に就任した。1959年、昭和34年、四守法賞受賞。妹のと子は、斉藤も吉の議定の斉藤聖陽、精神科医、東京都立梅ヶ丘病院院長と結婚した。1983年、昭和58年10月12日、肺炎のため死去。 去年85、11月5日には、青山葬儀所にて、追悼式が行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。